ちは。こんにちは。はい。はい、ゆかたさん。はい。今日もプレミア12行われましたスーパーラウンド。まあ、そうだな。東京ドームで今日は台湾との試合でした。はい。はい。まあ、その前に、うん、昼から行われたね。はい。アメリカ対、ベネズエラね。ベネズエラ。うん。戦で。これどっちかが勝つっていうので、もう決勝ラウンドというか決勝に進む。はい。に3位決定戦に進むが決まるところだったんですが、まあそうだね、はい、アメリカが勝ちましたね。ベネズエラが勝ったら、うん、台湾に絶対勝たなきゃいけなかったんだけど、うん、まあそういうような状況に追い込まれるんだけどもさ、うん、まあアメリカが勝ってくれたんで、はい、まあ決勝にね、日本も、うん、台湾も、うん、進むということでね、うん、それはもう決まって、まあ決まってね、そう、はい、で一応ね得失点差とかなんとかっていうことでね、はい、1位2位とかあったんですけどね。まあそうだね、まあ、まあ日本が、うん、まあ断トツでしょう。そうですね、負けてないしね、得点も多かったし、はい、しますので、はい、はい、ということで、はい、そういったことで、台湾と日本は明日もう一度戦うことは決まっていますが、うん、いやだけどねその前に言っとくけどさ、うんうん、台湾が決勝トーナメントの決勝に進む明日ということで今日予告先発を変えてきたんだよ。うん、罰金払っても、うん、やっぱエースを温存したというような、うん、今日に本当は今日勝たないとみたいな、勝たないと決勝いけないって言ったらそのピッチャーが投げてきたんだけども、罰金払ってでも変えてきたというね。罰金どのぐらい払うんですかね。いやどのぐらいなのかな、金額はよくわからないけども、まあでもこの試合が負けたとしても、はい、明日さえ勝てば優勝なので。そうなんだよ。その不思議なシステムもなんだかっていう感じですよね。いや本当だよ、台湾何回負けてんのっていうような感じだよね。まあ日本全勝でいったところで明日負ければもういいってことになるから、うん、もうちゃんちゃんだからさ、それはちょっとなんか変な感じしますけれども、まあ、そうだね、はい、まあただ決勝に進めるということで、うん、少しやっぱこうメンバーを変えてきた、うん、これはやっぱこう疲労とかやっぱ明日のしっかりした準備ということにね、うん、今日一日は当てたいという、うん、まあ、それでも負けちゃいけないということで、1番に村林、はい、で2番にファーストで佐藤を使ってきた ね、 そうですね、はい、で3番にここまあ辰巳、森下は指名打者に入ったけど、はい、やっぱ疲れをね疲労を考慮して指名打者にしたという、はい、で佐野を守備に使して、紅林、ショート、清宮をサード、うん、はい、で古賀、五十幡というね、はい、まあ、布陣で、まあ、非常にフレッシュな選手が多いんでね。そうですね、あ、まあ、今日はキャッチャーは古賀選手ということでね、はい、まあ、ちょっと暴れ回ってほしいなっていうふうには思うけどね、はい、ということで、はい、今日の先発は早川投手、早川投手、はい、でね、はい、まあ、こうなりました、うん、で、ゲームは9対6、はい、まあ、結局日本がね、まあ、勝ったということなんだけども、スコア昨日とたまたま同じですが、うん、はい、やっぱ台湾ちょっと嫌なチームになってきたね、うんうん、なんかここで点取られると嫌だなっていうところで取り返してきたりね、はい、いろいろありましたが、はいはい、で日本の先発が早川、うん、4回100球ということで、うん、まあ、5回まで行って、うん、まあ、アウト取れずに、ね、取る前に変わりましたが、うん、いやだけどね、うん、これ計算ではね早川が、まあ、6回7回まで行ってほしいと、本当はね、うん、本当はね、明日のこともあるしね、やっぱこう中継ぎ陣をやっぱ休ませたいというか、うん、あまり使いたくないというね、うん、まあ、そういう状況にはあったんだけども、うん、まあ、ちょっとねピッチクロックを3回表に、うん、ツーアウトランナーなしからね取られるんだよね、はい、それからそのバッターに対してにストレートのフォアボール、これやっぱ投げ急いでるね、やっぱりリズム狂っちゃいますよね。そうなんだよ、だから日本でないシステムだからさ、はい、だからまあ導入されるんじゃないかって言われながら、やっぱりねまだ導入してないということで、まあ、早川も慣れてないしね、で長く投げなきゃいけないという責任も感じながらマウンドにいたと思うんだよ、はい、まあ、そこからフォアボールを出し、まあ、二塁打でタイムリー、うん、まあ、4対1というね、うん、でこの時にこの4対1この1点がそうなんで、まあ、吉見コーチがね、うん、初めてマウンドに行くという、うん、ね、行かないんですよね。いや今までちょっと行く機会っていうかなんで行かないんだろうなと思ってたんだけど、うん、まあ、初めて行ったんだよね、うん、いやだけどこういうことからちょっとなんていうの、早川のリズムが狂ったね、うん、で先に台湾の方行くけども5回の表、はい、まあ、連続フォアボールで、うん、ノーアウトランナー1・2塁、うん、
でタイムリーが出て1点と取られて4対2、はい、でまたフォアボール、この回3つ目なんだよ、うん、でノーアウト満塁、はい、それからね早川がなんと押し出しのフォアボール、ね、フォアボール4つ目びっくりしましたね。あ、いや、やっぱね、やっぱ長く投げなきゃいけないとか、うん、ピッチクロックがあるとか、うん、まあ、余計なことがちょっと彼の頭肩にのしかかったかなという感じがするよね、うん、で審判の方もストライクじゃないのっていうのがことごとくボールって言われたよ、うん、そうでしたね、まあいいところには投げてんだよ、うん、でも審判って国際試合の審判ってそういうもんだから、うん、その範囲の中でやっぱり投げないとね、うん、やっぱ早川クラスのピッチャーが4つもこの同じ回にフォアボールを出すということはねちょっといただけなかったかな、うんうん、まあね、なかなか厳しいというか、あの、ね、精神的にも辛い状況だったんでしょうから、まあ、まあそうだな、だから責任を持って、ね、よし今日はみんな休ませてやるみたいな思いはあったと思うけども、うん、ちょっと思惑通りにいかなかったというね、うん、でノーアウト満塁からピッチャーが清水に変わるんだよ、はい、でピッチャーゴロゲッツ、うん、もうね出したらグラブに入ったよ、うん、ね、あれが抜けてたらと思うと今考えるとゾッとするんだけどさ、うん、まあだけどうまくゲッツを取って、まあ2アウト2、3塁から、まあ、次のバットを三振取ったというね、うん、だからまあ非常に替え時っていうのも、まあ、越される前に変えたから、うん、同点にされる前とか、うん、まあ良かったかなと思ったよね。まあこういうことになることは予想はされてなかったにしても、そういう考えると1回の4点っていうのはすごく大きいですね。いや、そのそう、よし、この4点いこうか、ね、ね、1番グラマシ入れたじゃない、はい、もういきなり先頭打者ホームラン打ってくれたんだよね。びっくりしました。いや、あのね磯畑じゃないのかなと思ったんだけど、はい、1番、はい、まあ、村林を持ってきた、はい、でも村林っていうのはこういう意外性もあるんだよね、うん、やっぱホームラン打ってくれるという、うん、この意外性っていうのは効いたね。やっぱりそういった意味でも磯畑選手が9番の村林選手が1番っていうのがあったんでしょうね。でよかったんだよね。だからね、はい、今回の井端監督の打順の組み方っていうのは非常にね、この控えで組んだとしてもうまかったな、うん、で佐藤がフォアボール、はい、辰巳がデッドボール、はい、ノーアウト1、2塁、うん、続く森下、はい、DH に入ったね、うん、まあ、タイムリーツーベースということで、はい、もうなんかこうね、うん、3対0お手本のような点の取り方でした、はい、いや、もう思い切りがいいからね彼ね、うんうん、だからもう余計なこと考えなかった、はい、右へ打とうかなとかじゃなくて、うん、やっぱ返すという1点でね、バットを振ったと思うけど、これで3対0、はい、ノーアウト2塁から、はい、ここが大きかったと思うよ俺は、うん、やっぱね佐野がね凡打でも進塁打を打ってんだよね、うん、はい、そうですね、ノーアウトランナーセカンドから、はいはい、だからでワンアウトランナーサードにしてくれた、はい、で紅林のところで投手を交代するんだけど、向こうが早くね、うん、だけど初球を犠牲フライ、うん、であっという間に4対0、はい、だから村林の先頭打者ホームランも大きかったけども、うん、まあ、森下も大きかった、だけどその中で佐野の進塁打っていうのはものすごく効いたなと思うよ、うん、うん、あれでやっぱ投手を交代しなきゃいけないっていうふうに向こうもなったしね、うん、はい、うん、だからこの4対0、非常に最初のね、最初の良かったなと思ってね、本当に、はい、この点の取り方も良かったんでしょうね。そうだね、うん、はい、で5回もうこれ迫った1点差に迫った5回裏、はい、さっきのね攻撃があった後ですね、はい、うん、で辰巳がフォアボールを取る、はい、うん、ワンアウトからね、うん、でここで代打牧、はい、森下に変えてきた、うん、やっぱ森下の、まあ、疲れも考慮してね、うん、牧に変えてきた、はい、でここでゲッツー崩れ、うん、2アウトランナー1塁、はい、で佐野がつないだ、うん、2アウト1、2塁から、はい、紅林がまたフォアボール、うん、やっぱねよくボール見てくれるわ、うん、しつこい、で2アウト満塁から清宮、はい、で初球にワイルドピッチ、はい、で1点を取れた、まあ、これが清宮を少し楽にしたかもわからないけども、うん、ツーアウト2、3塁から全然合ってなかったけど、うん、やっぱこうツボみたいなところに来ると強いねあの子は、うん、でタイムリー3ベース、はい、で7対5にしてくれたんだよ。惜しかったですもんね。いやもうちょっとホームランなんだけどな、うん、まあだけど清宮もね最初使われて途中からこう佐野代打を送られて、
で佐野も状態が良くて出る暇が出るチャンスがあんまりなかったけども、まあ、台湾でね、野外の球場で出て、まあ、ちょっと守備のミスとか、まあ、いろいろあったけども、いや、よかったねこれでね。最後ね、あの最後、この最後というかね、まだ明日もありますけど、そうそう、こうね、帳尻が合うというか。いや、本当本当。だけどその清宮が立った時のワイルドピッチと、あの二三塁になった時の、ツーアウト二三塁になってからた時から、スリーベースを打ってくれたこの3点というのは、いや、ものすごく効いたと思うよね。そうですね。ああ、清宮良かったなと思って。はい。はい。で6回表。ね、ワンアウト二三塁、点タイムリーツーベースを打たれる。これね、ピッチャーは北山投手に変わったんですよね、この回から。でね、やっぱりまっすぐ系に強いね、台湾の選手はね。で、まあフォークもコースが甘かったら、やっぱちょっと打つついてくるね。で7対5になるんだよ。ただこの時に、まあ、佐藤がファインプレーしてくれるんだよね。まあたまにしか守らないファーストで、いや緊張感もマックスにあったと思うけども、あのまあ横飛びまではいかなかったけど反応よく抑えてくれて、あれ 1,2 塁間抜けたらこの試合本当にわからなかったっていうような当たりを佐藤がファインプレーしてくれるんだよね。もうあのピッチャーのボールをね取ってるからその反応はいいのかもしれないですね。まあ確かにそうかもわからんけど、まあでもねやっぱ緊張してたと思うよ。まあだけどやっぱりよく取ってくれた ね、それで2点に抑えてくれた、さすが。で6回裏、はい、ね、磯端セーフティーバント先頭で、いやもうなんか当然のようにセーフでしたね。悩んだでここでねノーアウトランナー一塁で村林、はい、走らないんだよ、走れないんだよ、やっぱ相手もねうまかった。やっぱ長く持ったり短く持ったり、ね、牽制入れたりだとかものすごい警戒の仕方がうまかったなっていうふうに思ってて、はい、で村林も待ってくれてたんだよね、磯端が走るの、で追い込まれて、まあ、ファールで、ファールで粘るんだけどもさ、結局走れずに村林が三振すると。最後ね8球粘った後に見逃しの三振でしたね。まあそうだな、でワンアウトランナー一塁、で続く佐藤、これがショートの後ろにポテンヒットを、打つんだけど、そうそう、一塁からあの小フライで判断よくサードを陥れるっていうのはなかなか難しいんだよね。サード寄りに落ちてましたしね。そうそう、でね配送してるんだショートが、でやっぱ距離感はしっかり見てたんだね、磯端が、でこれで一三塁を作る。これは磯端選手の足ということですね。もう、他の選手だったら、そうだね、なかなか厳しかったかもしれないですか。まあ足というよりもこれは判断力だな、よく判断したと思うよ、踏ん切りよく。そしてなんか自分の足の速さっていうかそれも考慮に入っての判断ということですね。まあもちろんそう、もちろんそう、いやだから一三塁を作ったというね、で辰巳が2点タイムリーツーベース、もうお見事なねもうヒット打ってスマッシュで打ってましたまあまあでも辰巳もねやっぱ状態は悪くはないね。そうですね、なんかこうカーンと引っ張って大きいのっていうよりもやっぱ確実に打ちに行ってくれてるというかさ、まあ、そんな感じがするし、ただ9回にあのアルゼンチンのあのとハーフのね、あの新人王で、ホームランを、その方にホームランを打たれるけどもこれ、ね、また横山がね 9回からね、はい、横山投手に代わって、はい、いきなりちょっとホームランを打たれ、ちょっとあっと思いましたが、まあそうだね、それで終われて、まあ、しかし9対6でね、勝ち切ったというね、ただ冒頭にも言ったように明日はやっぱ台湾のエースと言われるね、左ピッチャー、で罰金払ってでも登板回避して明日に持ってくるという、まあ面白いじゃないか、こっちは戸郷で、ね、あの行くぜみたいな。で明日使えるピッチャーは戸郷、隅田、藤平、大勢、この4枚しかいないと思ってもいいぐらいだよ、で左でワンポイントで使うんだったら、鈴木翔太ね、ぐらいしかいないと思う。で5人だからこのピッチャーでやりくりを絶対しなきゃいけない。だから戸郷が何回まで投げれるかっていうのが一つのポイントだね。俺は6回1失点っていうふうに読んでるんだけどどうやろただね台湾はねやっぱりねいいバッター多い。ただ今日で、
台湾がどういう、なんていうのかな、まあ、明日のメンバーがね、今日とまた違ってくるのかもしれないですけれども、連戦の中で、まあ、その前にも一回試合もしているし、まあ、相手も同じですけど、うん、こうどういうボールに強くて、どういうのはこうだよみたいなのをね、まあ、データはね、分析して、うん、まあ、データはね、もちろん最初から持ってるのと、うん、まあ、今日やったりだとか、その前にやったデータも加味してやってると思うけどもね。ただなんかデータ通りのことと実際やってみたらあれっていうことって多分あるある、ありますよね。昨日のそのベネズエラ、うん、最初にツーランを打った人、あれはね、まっすぐに弱いって言われてるデータがあったんだよ、うん、いやだけどまっすぐ打たれちゃったからね。だからまあそういうねことはあるんだよね、イレギュラーのことっていうのはね。なんかちょっとただ、うん、今日の試合を見てると、やっぱり追い込まれるまでまっすぐは強く振ってくるね、うん、で追い込まれたらやっぱポイントを近くして変化球に対応しようとしてる、うん、だから逆に追い込んでからのまっすぐの方が効くということだよね、うん、だから明日おそらく戸郷は飛ばしていくと思うんだよね、うん、もう明日で終わりだからさ、うん、だからさ、もうおそらくまっすぐとフォーク、うん、この2球でいくと思うんだよ。そんなあんまりカーブとかそういうことっていうのは遊びで投げても、うん、やっぱ勝負球とかカウント球には多分あんまり してこないと思うんだよね。だからまっすぐを投げなきゃいけない状況の中で投げた時に一発を食らわないように急がなきゃいけないなっていうふうに思うよね、うんうん、まあね、たまたま一番慣れたマウンドなのでね。そうだそうだ、選手とったらね、東京ドームのマウンドっていうのは、そらそうだ、なので一番こう投げやすいはずなので、うん、まあ、まあ期待はしていいよね。ただ台湾の野球をこう今日見てるとさ、うん、やっぱり野手もファインプレーが出てるしね、うん、まあ、非常に決勝に残った、決勝で戦えるっていうことに、うん、おそらく喜びも感じてるだろうし、はい、やっぱこう一丁泡を吹かしてやろうみたいな、まあそういうところもすごく感じられるよ、はい、でチームの信頼と和とかね、うん、そういうことをすごく重んじてきた監督だから、うん、はい、だからなんかエースを罰金払って登板を回避して明日全力で向かおうっていうのはやっぱ選手たちもそれは感じてると思うんだよね、うん、だから非常に日本はもう負けれないっていうプレッシャーがあるから、はい、すごく最初は動きは硬いと思うんだけども、はい、まあ、最初からこんな4点取ってくれたらね、まあ、安心して見れるんだけども、はい、まあ、いよいよここまで来たんでね、うん、まあ、なんとか勝ってほしいなと思うけども、はい、でも明日はいい試合になると思うよ。うん、うん、まあね、もうそりゃ台湾もね最後だからって言ってね、もう全力総力戦で来ると思うので、もう受けて立とうではないですかっていうところですね。まあそうだな、はい、でも受けて立っていいのか、それとももう本当に胸を借りるぐらいのつもりでね、ひたむきにもうぶちかましに行った方がいいのかね、まあ面白いけど、でもまあ日本は負けれないからな、うん、追われる国になっちゃってるからね、うん、やっぱずっと2018年ぐらいからランキングが1位かなんかで来てるわけでしょ、うん、うん、だから追われる立場でこう来てるから、うん、だからまあ頑張ってほしいなと思うよね、はい、はい、もう自信持ってそしたら、まあそうだね、もらいたいですね、うん、まあ、今まで全勝できてますから、そうだよ、ここまで全勝できたっていうのは絶対力があるわけだし、うん、負けるはずがないと思ってね、はい、戦ってほしいと思います。はい、はい、あと1試合ね、頑張ってください。はい。